コ。自宅のサッカーゴールで練習をする君の名は。鈴木ひろです。4歳です。次世代のアスリートを発掘。 NEXT ONE。 メッシのユニフォームを愛用するのは岩手県の幼稚園生ひろくん4歳。実はある動画が TikTok で大バズり。それがこちら。足にボールが吸い付くような華麗なドリブル。再生回数は驚異の600万回超え。メッシ2世などコメントは1700件以上。ヒーローサッカー好きですか？好き。ゴールに決めた曲が好き。キレのあるドリブルで大好きなゴールへまっしぐら。3歳上の小学2年生が相手でも負けません。練習に明け暮れる毎日ですが、時には疲れて寝ちゃうことも。そんなヒーロー君のサッカーの原点は？歩き始めたのと同時にそのボールをいろいろ転がしてたので、もう朝起きたらもうずっとボール触るようになって、朝から寝るまで喋りながらボール触ってるような、自然と。それが原点。ここでお父さんと一緒におうちリポート。はい、一番好きなボールは何ですか？これ。ん？お、それか。これ。それか。全部。全部か。結局全部か。全部。全部。え？ヒーロー君にとってはお家全部が練習場。まだある。わ、入った。じゃあおしまいよ。生粋のサッカー小僧、どんな未来を切り開くのかな。ここで恒例、未来の自分へメッセージ。将来の夢は何？将来の夢は何？メッシー！力強く書いてくれた大好きなメッシを目指して突っ走れ。